そうね、めっちゃピンクなの服。ずっとワンピースなんですけど。くしゃみでそうです。触りました。あと1回でミヨマルのパラダイスになる。じゃあそれを記念にミヨマル推しになりましょう。無理やり。ミヨマルのパラダイス持ってる人少ないですからね。推すしかねえな。最近対戦当たりませんね。そうですね。この後9時から会えるかもね。ずっとやってるので。前髪を美容院で切ったので調子がいいです。みよまるも大好きってことは他に推しがいるというわけだな。まあみよまるもっていうみよまるが ちょっとね視野に入ったら嬉しいですね。好きでいてください。違うメンバーと当たるのねえ。私と当たるまでやり続けてください。台風を9時からはあれです。私もちゃんと大富豪に集中したいので。前のアカウントでは3回から遭遇した。アカウント変えちゃったの？もったいない。受け継げばよかった。好きでいますよ。本当ですか？嘘つきは泥棒の始まりですからね。嘘ついちゃダメなんですよ。最近ルーちゃんのお母さんとよく当たる。私もね、イズリンのお母さんによく当たるんですよ。イズリンのママに会うと大体イズリンのママに都落ちさせられて、それをイズリンに2回くらい報告したことがあるんですけど、ごめんよっていつも返信が来る。イズリンのお母さんから。久々に配信見てみよまるがちゃんと生きてること実感した。生きてますよ。生きてるに決まってんじゃん。生きてるよ。超元気だから安心して。元気、結構元気よ。結構物足りないくらい。なんかもっとライブしたいし、もっとなんか活動してみんなに動いてるとこ見せたいんですけど、歌って踊ってるとこなかなか今は難しいですね。まあ16かな、16に公演出るのでそれ見てください。楽しみですね。それお仕事ですからね皆さん。後ろにツイッター流れますから盛り上げてくれると嬉しいです。よろしく。悟空21時になったらすぐやるの？うん、21時から10時までずっとやるよ。その後もだいたいボーナスタイムなのでやってます。昨日本当になんか寝れなくてずっと1時過ぎくらいにずっとやってたんだけど、なんかお昼とかよりも深夜のそういう1時とかにベッドの中でこうやってやってる方がなんかエントリーの長さが早くて、なんていうの、人が集まるのが早いんですよ。だから結構夜遅くにやってる人も多いんだなって思います。寝れる時に寝てね。めっちゃ寝てるから大丈夫です。健康です。そう、眠れないとついつい大富豪やっちゃう。それな。 I love you。 ありがとう。言うってどうやってやるんだろう。その時間にすることが多い。あ、やっぱそういう方もいるんだね。私もよくやっちゃうね。寝れないとねやるんですけど、でもなんかそういう時間にやるとなんかあまりよろしくないのかなって思っちゃうんだけど、
まあいっか、それで寝落ちできるならそれでいいか。大人になったね、美しい、ありがとうございます。まだまだ大人じゃないですけど、17ですよ、まだ。私が大人になるまでずっと見ててください、よろしく。うん、私はなんか入った時からずっと大人っぽいって言われ続けてますけど、割と今見るとそのちっちゃい時14とか13とかの時もなんか子供だなって思うし、その時は大人っぽいって思ってたけど、だから今も大人っぽいって思うけど、多分もうちょっと大人になったら子供っぽかったなって思うんじゃないかな。こんなピンクのワンピースもいつしか着れなくなっちゃうのかな。大人の階段登ってる、本当ありがとう。ちゃんと見守ってくれてますか。今の私は今しか見れないですからね、よろしくね、そこんとこ。だってさ、ライブとかの画面映りとかもさ、やっぱそうやってさ、いろんな劇場とかいろんなライブを経験するにつれ変わってきてませんか、表現の仕方だったりとか。十分大人っぽいよく言われます。貴重な時間だね、それな。さっき手綱見てた、おありがとうございます。アーカイブ配信あるのでぜひ12周年公演見てほしいです。え、12周年公演見たら、ちょっとこれ自分で言うのあれかもしれないんですけど、手綱とリセットラムネ全部見てください、絶対好きになるから。手綱かな、手綱は一公演でもうセクシーなミオちゃん、可愛いミオちゃん、かっこいいミオちゃん全部見れちゃうからね。かわいい、かわいい私が見たい場合はリセット、鉄菜は全部見れます。ラムネはなんか、あ、バカってなる、わかる、なんか若い若い若いパワーが欲しい人はラムネを見てくださいと思います。私がそう思います、めっちゃ推しますやん、はい、見てほしいので、よろしくね、みんな。だって私めっちゃ好きになったもん、その12周年で SKE のこと。なんかもともとすごい好きだけど、なんかさらになんか好きになりましたね、 SKE が。愛着湧く、あんなにもうずっと見てたら。やっぱ今ラムネ流しながらショールーム見てる、楽しいかよ。私この曲大好き、めっちゃ練習した。教室を見上げて、やはり逆転王子様最強説、いやそれはそう、私もずっとあのユニットやりたくて、あのユニットはもう本当にできて嬉しかったので、ぜひ見てください。なんかこうやってる時にネイルとかあったら可愛いのに、まだできないです。だだだだだだ、高校卒業したらいろいろ髪も染めれるようになれば、ピアスも OK になるし、爪も OK だし、今はできませんが、今は今の私が好きです。平均出演予定ある？ないんですよ、それが。いや、あるよ、撮影はした。でもみんなが撮影したやつを私もメンバーの一人として出ただけなので、なんか私だから呼んでもらえたっていうのはまだないですね。
出たいです。平均出してください。私めちゃめちゃ大食いですよ大食い企画できますよ。私だって私もいろんなことをやれば意外な数値が出るかもしれませんよ。平均出たいです。ラムネの時の写真が最強に可愛い。なんだなんだラムネの時の写真。ああ眼差しの写真。なんだろう、ツイッターに載せたのは眼差しだよね。いや別に大食いじゃなくてもいいな。なんだろう、私は何をしたら面白いんだろう。いやでも何されても怒らない自信はある、マジで。なんかどんなに悪口言われたとしてもマジで怒んない自信だけはある。今日のお洋服かわいいでしょ。それな、今日の服はマノン東京の服、かわいいピンクで。最近得意な変顔。変顔か。でもなんか変顔でどこまで振り切れるメンバーがいるのかとか調べたら面白そうじゃない。一番振り切ってる人から一番振り切ってない人まで並べるの。椎名ちゃんも人生で怒ったことがない。あ、そうなの。うん、怒ってるとこ見たことないです。いやでも変顔は別に積極的にするものではないと思ってるので、まあ機会があればですね。誰得ですか。確かに、いや、やれって言われたらやりますよ、変顔くらいなら。ただ別に自分から積極的にやりますってなるわけではないかな。可愛い色の服もよく似合うね。ありがとうございます。最近はなんかピンクが好きだったんだよ。ピンクがすごい好きだったんだけど、赤が好きで、うん、赤が好きです最近。けどやっぱピンクも好き。ピンクと赤が好きかな。赤が大好き最近。いろんなとこで言ってる。心を込めてハート100個。ありがとうございます。ハートといえばね、今日プレゲーム買ったの。美味しそうだったからみんなに紹介するね。いちごのピュレグミ、ちょっと食べる。あ、待って、これ蓋開けるの失敗してた。わー、すごい、うまそう。うん、うん、うん。